俺らを知らない人の前でやるっていうのは僕ら慣れてるので、うん、でも失敗しちゃうこともあるので、はい、昨日は本当に桜坂46のお客さんがいっぱいいたんですけど、はい、その子たちがすごいなんかこう受け入れ体制があったから成立した、うんうんうん、たまたま成立したっていう、はいはいはい、だから失敗しちゃうこともあるので、うん、昨日はすごいお客さんの質が良かったって言ったらあれですけど、うん、すごいいいお客さんの前でやらせてもらえたので、うん、ありがたかったです。いやー、はい、